こんにちは、杉本葵です。皆さん、多くの方がイメージされている海洋科学っていうと、物理的なとか生物的な、その海水の、科学であるとか、その海に暮らす生物、生き物たちの科学とか、そういうものが一般的にイメージされると思うんですけど、環境問題が、深刻化していくにつれて、その海とその人とか人の社会の健全な関係性についての科学っていうのが発展してきました。で、これが海洋社会科学とくくられる分野でもあって、私もそれをやってるんですけど、私自身も、もともと海が大好きで、海が大好きっていうこともあるんですけど、海沿いの、地域社会とか、その海沿いに暮らす海と深く関わって生きる人たちが海について持ってる技術とか知識とか思いとか、そういうものを深く知りたいっていう思いで、この分野の研究を始めました。で、日本もすごくその全国津々浦々にいろんな漁村とか、その離島とか、その海と深くつながって、生きてきたコミュニティとか、そこに生きる人たちっていうのがいて、こういうその地域社会っていうのは、海洋政策とか、その UN オーシャンディケードもそうなんですけど、で、なぜかっていうと、その地域社会っていうのは、そのやっぱり深いつながりを持って海とこう対峙してきていて、豊かな知識知恵とか、そういうものを有しているのも地域社会であるので、やっぱりその政策とか科学とか、そういうものが、積極的にその地域社会が持ってる知恵とかを吸い上げるとか、そこから学ぶとか、それをリスペクトするような形で動いていくことがすごく重要だと思っています。その私たち科学者が例えばやっているその海の環境を良くするための研究とかっていうのは、じゃあその海を良くしたいっていう思いがある人たちにどれだけ伝わってるんだろうっていうのを考えた時に、これはすごく疑問で、せっかくそういう知識を作っている私たち科学者がいて、そういう知識を必要としている市民とか、その産業の従事者の方々がいるのに、全然その作られた知識が伝わってないっていうのはすごく大きな問題だと思うんですね。なので、この今ある知識とか、これから創造される知識をしっかり必要な人々に届けたいっていうのが、そのサイエンスコミュニケーションの活動の軸にある思いでもあります。一方で科学者はその論文を書いたら割と終わりっていうふうになってしまって、それを広く社会に届けるための努力っていうのが、やっぱり全然まだまだ足りてないと言わざるを得ないんじゃないかなと思っていて、で、私自身の研究を一人でも多くの人に届けることっていうのももちろんやってるんですけれども、その業界全体のそのコミュニケーションの、流れを活性化するような活動っていうのもやりたいなっていうふうに思っていて、その枠組みとかも今いろんな人と連携協働して模索して構築しようと思っているところでもあります。一人一人がその古い価値と新しい価値とのそのバランスを取ることに、おそらく格闘をしていて、で、その時に、すごく、大変でもあるけれども、エキサイティングでもあると思うのは、その一人一人の葛藤の答えっていうのは、すでにどこかにあるものではなくって、その本当に一人一人の内側との、対峙によって初めて見えてくるものだと思うんですね。なので、その一人一人がその内面と対峙して、自分の中心につながって見つける答えっていうのが、
その新しい時代の価値を作っていくことにも直結していくと思ってるので、なんかそういう、答えがなくって苦しいっていうのをみんな多分体験してるとは思うけど、まあ自分を信じてというか、自分の軸を信じて、一緒にまあ新しい時代を作っていきましょうっていうのがメッセージになるかと思います。以上です。ありがとうございました。